はい、本日はですね、スノーピークのカップもしくはコップを購入したので紹介していきたいなというふうに思います。でそれがですね、こちらにあるんですけども、これカップかコップかちょっと分かりませんが、まあ購入したので紹介していくという流れになっててですね、もう僕は初めてこれを購入したんですけども、ちょっと開けていきたいなと思いますが、結構スノーピークのこういうカップってよく見かけるじゃないですか。で多分見たことある方多いと思うんですけど、なんか値段が実は違うんですよね。安いやつもあれば、なんかちょっと値段高いなみたいなやつもあったりとかして、でこれ何が違うんかなとかっていろいろ調べてですね、でこれがいいなと思って購入したんで、その辺のお話をしていこうかなとは思うんですが、僕いかんせんアウトドア全くしないので、これを外で使う機会ってめちゃくちゃ少ないと思うんですけど、一応これがどんな感じなんかっていうお話をしていきたいなと思います。やっぱ質感がちょっとちゃいますね。これアウトドアやなっていう感じの雰囲気が出てますね。はい、ということでちゃんと切り替えて、こちらシャレオツアウトドアカップを紹介していきたいなと思います。今日の流れはですね、こちらのカップってその値段がさっき言ったみたいに何個かあるんですけど、それがなんで何個かあるんかっていう話とか若干して、でそのうち僕はこれを買いましたよっていうのと、実はこれサイズも違うんですよね。でサイズも違うので、その辺のお話とかして、でこのコップに限ってのデメリットっていうか、若干そういうのもあって、注意点というか、やけどせえへんようにとかそんなのあるので、そういう話して、で次におすすめの人を話しておしまいという流れでいきたいなというふうに思います。でまずですね、こちらが先ほども言ってるみたいに何個か種類があるんですよね。でカップ自体はこうやってスノーピークって入ってて、結構一般的というかよく見かける感じのタイプかなと思うんですけど、大きく分けて2種類あって、1つがステンレス、素材がステンレスで作られてるタイプなのか、それともチタンで作られてるタイプなのかっていうのがまず2つ大きくあるんですけど、これ両方ともチタンで作られてるタイプになってて、ステンレスの方はもうちょっとテカテカした銀色の、何ですか、いかにコップっぽい感じのやつというか、これもコップなんですけど、テカテカしてるやつなんです。でこれがチタン製になってるんで、ちょっとマットな感じの質感になってて、こうやって画像を見てもらったらそうやと思うんですけど、マットな素材になってて、マットな素材から値段が高いっていうわけじゃなくて、このチタン製っていうのがどうやら熱伝導率が低いみたいなんですよ。っていうのもどういうことかっていうと、例えばこういうのって基本的には外のアウトドアとかで使うじゃないですか。でその時にめちゃくちゃ沸騰したコーヒーとかをこう入れてで飲むってなった時に、熱伝導率が高いとこう触ったらやけどしたりとかすると思うんですけど、これはチタン製なんであんまり熱が伝わってきづらいっていうところで、値段もちょっと高くなってたりとかするみたいなんで、ちょっとステンレスの方がどれぐらい熱が伝わるかわからないんですけど、世間一般的に人気のモデルっていうのはステンレスじゃなくて、こっちのチタン製の方が人気はあるようなんで、一応こっちを買ってみたっていうことになってるんですけど、まず2種類あるうちの、ステンレスかチタンかって言われたら、それのうちのこれはチタンを購入したということになってて、なんでかって言われたら、熱伝導率が低いから安全に使用できるというか、やけどしないというか、手を守れるというか、そういう感じになってるので、値段はそんな倍も変わらないんですけど、多分 1.5 倍ぐらいちょっとチタン性能が高かったんじゃないかなというふうには思います。で次がですね、容量なんですけど、これが一応 300ml 入れるタイプと、こっちが 450ml 入れるタイプっていうことになってて、実はもう一個ちっちゃいタイプももう一個大きいタイプもあったりするんですけど、一番スタンダードな大きさっていうのが一応この2つになってたんで、こっち両方買ってみたんですけども、300ml の方は重さ自体が、公式サイトで見たら 50g って書いてあって、 450ml の方は 70g ということになってるので、2つ両方足しても 120g ぐらいで、こういうスノーピークの傘ってこう積み重ねてできるんですよね。こういう風に入れた状態で重ねて持っていったりできるので、これ今ちょっとタグついてるの邪魔ですね。ちょっと切りましょうか。ポインポイン、はい、という感じでこうやって重ねて入れたりもできるので、例えばもう一個ちっちゃいサイズ、300よりもう一個ちっちゃいのが 220ml ってあるんですけど、それ入れたらこの中に入れるマトリョーシカ的なロシアのお土産みたいな感じで、人形から人形出てくるやつあるじゃないですか。あんな感じのコップからコップがずっと出てくるっていうことになってて、そういった収納ができるっていうのがこのカップの特徴になってるみたいなんで、一応サイズ違いで300と 450ml っていうのを購入してます。ただですね、これ 300ml と 450ml って言っても、満タンまで入れたら300あるんですけども、基本飲み物ってそんな子供じゃないので、その表面張力させたりとか満杯まで入れる人って多分少ないと思うんですよ。ってなったら、多分ある程度8分目ぐらいまで入れると、こっちの 300ml やったら大体 220ml ぐらい入れれて、こっちの 450ml やったら 300ml ぐらい入れれるような感じになってるんかなというふうに思いますし、あとなんか洗う技を使う人はですね、この中にカップラーメン入れて450やったらカップラーメンとかも作れたりするらしいので、そんな使い方もできるということのようです。で次の特徴がですね、さっきも言ったみたいに、これマトリョーシカ戦法ができるんですよね。
で、このマトリョーシカ戦法ができるっていうのがいいんですけど、僕追加でこれ買っときゃよかったなと思うのが、この大きい方450の蓋があるんですよ。まあ300もありますし220も全部は蓋はあるんですけど、その蓋を持っておけば重ねた状態で蓋しといたら、こうなんていうんですかね、ホコリも入らへんし持ち運びもしやすいなと思ったんで、これもしかしたら450の蓋だけ後で追加で買うかもしれないんですけど、まあもし購入を検討されている方はそういう持ち運びの仕方というか、まあそんなも便利かなと思いますし、そんな僕が言うことじゃなくて、多分アウトドアしてはる人とかからしたら当たり前のことかもしれないんですけど、僕は全然キャンプとかしないので全く知らないんですけど、多分そんな感じで持って歩くんでしょうね。じゃあお前は何のために使うねんっていう話なんですけど、まあこれは特に用途は考えてなかったんで、まあ部屋で使おうかなという感じで、まあ部屋は部屋で他にコップはあるけど、まあまあ一応ちょっとこじゃれた雰囲気出すときにこれ使おうかなと思います。で、これ次がですね、一応メーカーは正式には言ってないんですけど、結構アウトドア のブログとか確認したらですね、やってはる人多いんですけど、これステンレスではできないんですけど、こっちのチタンの方であればその直火で火を当てたりすることもできるらしいので、一応メーカーはできますとは言ってないんですけど、素材としては原理としてはできるっていう風にしてて、まあ、実際やってはる人もいてはるので、そういう使い方もできるっていうのがあるんですけど、ただ注意点があって、このチタン製の素材であっても2種類あるらしいんですよ。また種類あるんかって感じなんですけど、まずステンレスとチタンで、これ今回チタン選びましたよって言って、チタンの中でもシングルとダブルって2つあるんですけど、ダブルの方は要はなんか2層みたいな感じになってるらしいんですけど、その2層があるので真ん中の中に真空状態があるというか、まあそれのおかげで保温性が高まったりとか値段がちょっと上がったりするんですけど、シングルの方っていうのは1層しかないので値段が安い分こう直火ができるんですが、ダブルの方で直火するとなんか形が変わったりとかするらしいので、まあ、もし仮に直火を考えてはる方はチタン製のシングル一択という感じになるので、まあ僕は一応これそういう検証もしてみたいなと思ったんで、チタンのシングルを購入したんですが、まあ直火で使うこと考えてはらない方は別にどんな素材でもいいと思うんですけど、直火の方はチタンのシングルというところで、他のものを焼いてしまうととんでもないことになると思いますので、その辺はちょっと注意していただいて、自己責任でお願いしたいなというふうに思います。で、直火でこうやって火当てるとですね、この下っ側が青くなったりとかして、こうなんか経年変化というか、こう色味が変わってきたりするんですよね。それが多分キャンパーの人らからしたらシビー感じになると思うんですけど、まあ、僕はキャンプとして使わへんけど、エセシビーを出すために家でちゃっかり直火で当てて、なんかキャンプやってます感を出すかもしれないんですけど、まあ、そういった感じで長く使えるようなコップということになっておりますっていうのが、まあ大体の特徴かなと思うので、僕アウトドアで使わないので、アウトドアで使う時の注意点とか、まあ誰かが言ってくれると思うので、まあ僕は言わないんですけど、まあ、次これデメリットっていうのがですね、やっぱり機能で考えると、チタン製を使ってるっていうことで保温力とかは高いんですけど、もし保温力とかを求めたり、まあ、冷却性っていうか、まあ、機能面を求めるのであれば、やっぱりこういったサーモスとかには全然かなわないと思うんですけど、持ち運びした中で機能面があるっていうのに関してはこういうスノーピークのって全然使えると思うんですけど、まあ、保温性とかはずっと続くわけじゃなくて、まあ、普通のカップよりかは続くけど、そんなにめちゃくちゃ長いこと続かへんっていうのもあるらしいので、まあ、その辺もデメリットかなと思いますし、まあ、あと次に直火される方限定だと思うんですけど、これやっぱ色変色してきたりとか、こう黒ずんできたりとかするのっていうのは、まあ、人によったらやっぱりこう汚く見えるかなと思うので、まあ、その辺もデメリットかなと思うんですけど、まあ、多分これを購入されてる方ってなんかそれありきで多分購入してると思うので、まあ、デメリットって思う方は少ないかもしれないんですけど、まあ、そういったところが、まあ、デメリットになってくるんじゃないかなというふうには思います。で、まあ一回ちょっと飲んでみましょうか。ちょっと水入れてね、飲んでいきたいなと思います。僕はちょっと男やから450でいきたいなと思います。嫁にはこの300の方をあげるとして、これを水を入れていって、どういう飲み口があるっていうか、どういう味になるのかっていうところを一回ね検証していきたいなというふうに思いますので、ぺちゃくちゃ喋っていかずに飲んでいきたいなと思います。では450で乾杯。まあ普通に水ですね。別に特にあれがなんか飲みにくいってこともないし、変な味がするってこともないし、普通の水っていう感じになってます。まあ、なので今は開けたばっかりなんで、もしかしたらこれ使っていく中で気づいたことがあれば、今この下のテロップのところに入ってると思うんですけど、例えば冷却がちょっと弱いですとか、保温性意外とありましたとか下に入ってると思いますが、今の段階ではちょっとよく分からへん普通って感じになってます。で、まあこれがどんな人におすすめなんかっていうと、もうこれ言わずもがな、スノーピークってやっぱりアウトドアブランドじゃないですか。だからやっぱアウトドアする人っていうか、まあキャンプとかする人とかはこれはおすすめかなと思いますし、あとちょっとバーベキューとかで生きりたい人にはおすすめな感じで、まあ生きりたいって言ったら言い方悪いけど、バーベキューの時にちょっとドヤ顔したい人とかは、これカップにマトリョーシカ戦法にしといて、いや俺コップ持ってきたからって言って、これ俺のスノーピークで飲むって女子に言ったりしたら、あそのコップおしゃれって言われるか、なんか生きててキモいって思われるか、まあどっちかやと思うんですけど、まあそういった使い方ができるので、まあキャンプとかはやっぱりおすすめかなと思いますし、あとそれ以外にもコップを持ち運びする方っていうのもまあおすすめかなと思いまして、例えば普段アウトドアとかも全然
然せえへんけども会社とかでマグカップが必要であったりとか、まあ、職場にコップを持っていくっていう方とかはこれって割れたりしないので、まあ、リュックの中とかに放り込んでても壊れる心配がないですし、あとまあ取っ手がこういう感じで今は閉じてるんですけど、こういう風に開いていって持ち手としても使えますし、さらにここにホットコーヒー冬場やったり入れたりとかして現場の人は飲めると思いますし、でそれが終われば取っ手を戻してあげて、で水でシャーッと洗ってパッパッと振ってあげればもう水気とかはもう全くなくなるので、またリュックに掘り込めるので、まあ、アウトドア以外にも例えば仕事とかでカップが必要な人とか、あとまあ先ほど言ったみたいにやっぱ現場系ですよね。僕やっぱ現場のイメージしかちょっとわからないですけど、現場とかでホットコーヒーとか飲むので、やっぱそういう時とかに水筒に入れてるホットコーヒーをここに入れてクッて飲んでいくっていうのも、まあちょっと味があるというか、ちょっと渋い感じになるかなと思うので、まあ、そんな人にはおすすめかなというふうに思います。まあ、あと僕みたいにですね、家でこういうなんちゃってスノーピークしたい方とかには、まあ、こういうのおすすめかなという感じで思いますので、まあ、今回レビューしてみたという感じにはなってます。で実際僕も買ってみてよかったのが、これやっぱ同じサイズじゃなくてよかったなと思って、やっぱこう重ねれるのって結構場所取らへんのってありがたいじゃないですか。だから例えば自分に子供とかおったら、これ220を買って中に入れてあげれば、お父さんお母さん子供ってこう3つが揃ってくるの可愛いかなと思いますし、家族で出かける時とかもこうやって重ねて持っていけるの持ち運びもしやすいので、やっぱサイズ違いで良かったかなというふうには思います。まあ、なのでこれを見ていただいてる方結構男性の方多いんですけど、まあ、もし仮にこのコップが欲しいなとかって思っても1個だいたい2000円とか3000円とかぐらいしたと思うので、ダブルの方やったらもう1個ちょっと高くなってくると思うんですけど、シングルで2、3000円したと思うので、もし奥さんを説得される際とか、あともしくはアベックの方を説得される際なんかは、一緒にピクニック行ってあったかいコーヒー飲みたいなっていうのだけアピールしてもらえれば、まあ、比較的購入しやすいようなカップになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになってて、まあ、スノーピークのコップを紹介していったんですけど、僕も今までスノーピークといえばこのコップとか、あとテントっていうイメージがあったんで、まあ、スノーピークはいずれ紹介したいなと思ってたんですけど、以前傘がちょっと失敗したっていうのもあってですね、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、まあ、コップに失敗はないやろうと思って一応買ってみたんで、まあ、これから使っていく中でなんか微妙なところとかあったりとかしたらまたお伝えすることもあるかもしれないんですけど、またそれも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。でまあそれとあと僕と嫁が普段使ってるこのサーモスのコップですね、これもよく聞かれるので、まあ、もし見つけれれば動画説明欄にリンク貼っときますので、まあ、気になる方は見ていただければなと思いますし、これに関しては持ち運びもできひんし的量しかもできないので、こう途中で止まっちゃうので、まあ、あくまで自宅用という感じになってるんですけども、まあ、そんな紹介をしてみたという感じになってます。はい、ということになってて、本日はですねスノーピークのコップを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。